顔デビタイム始まるで。皆様こんにちは、顔デビでございます。今日はですね、皆様にご紹介したい美味しい美味しいチーズケーキがあります。こちらコスコのチーズケーキ、ぐっちゃぐちゃになってますけど、ぐっちゃぐちゃもう汚くなってしもうた。カット下手すぎて汚くなってもらった。これがめちゃくちゃ美味しいんですよ、奥様。これはね、めちゃめちゃクリーミーで、今日はね、美味しいものを食べながら、やっと日本から届いた荷物があるので、そちらをちょっと紹介したいなと思います。ついに日本からふるさと小包が来ました。ありがとうございます。シェイ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 カムサムニダ、こちら玉ねぎの段ボールで届きました。これは毎年淡路から送られてくる玉ねぎの入れ物でございます。それを見ただけでなんかすごい胸がほっこりきました。ただいま日本はですね、 EMS が遅れなく、アメリカに遅れなくなってて、コロナの影響で、なので、船便できました。約2ヶ月3ヶ月ぐらい待ちましたね。今はもうね、 EMS も復活してるのかもしれませんけど、あいよいしょ。というわけで約3ヶ月ぐらい経って荷物が日本から届きましたので、その中でもいくつかちょっとご紹介したいなと思います。カゴコレクションの中でも、一番に、そうね、一番大好きなものといっても過言ではありませんね。こちらは今亡き陽子様っていうおばあちゃまがいたんですけど、そのおばあちゃんから譲り受けたカゴでございます。めっちゃ可愛いでしょ。よっしゃ、よっしゃよっしゃ。ほんならちょっと何をもらったか紹介しますね。やっぱり海外に住んでる日本人の皆様、皆さん同じ思いやと思うんですけど、何が嬉しいって日本から届く小包ですね。こちらもう日本から送ることができなくなって、こちらでございます。一つ目はお花を切るやつなんですけど、こちらおばあちゃん家のやと思います。てかうちのおばあちゃんが6月の半ばに亡くなった。ちょうど今日月命日かもということで、そうおばあちゃんが亡くなっちゃったんですけども、大好きなおばあちゃんやったんで、今はまだちょっと寂しいんですけど、っていうかもう現実とかもう信じられへん、ちょっと信じられへんのね、突然すぎて。そうで、それでおばあちゃんの家を遺品整理とかしている時に、私ちょっと花切るハサミとかあったら欲しいなって言ったら、これが届きました。ただですね、ここをね、ここ多分こうやって止めんねんけど、これを一回外したらもう戻らんなって思ってんけど、これってこれでいいんですかみたいな。これ切りの近くで作ってる、多分おばあちゃんの友達が作ってるのがちょっとその辺定かではないんですけど、耳かきでございます。こちら耳かきでございます。めっちゃこのなんかついてる、めっちゃ細かい作業で作られてます。もうすごいこのカーブね、このカーブがもうすごい物語ってるでしょ。今のおならちゃいますから、腕がブグっていったブーっていっただけやから、こうなってます。これがめちゃくちゃいいんですわ、すごい細くて。これの在庫がまだありましたよ、おばあちゃん家にありましたよということで送ってくれたと思います。こちらめっちゃ可愛くないですか。なんかようわからんけど、アイヌなの？なんかこんなん書いてある。ん？ノルルルって書いてるの。ノボルルルって書いてあるの。なんて書いてるのこれ。こういう女の子の置物、これ使う？わからんけど、おばあちゃん家にあったやつ、これ使う？わからんけど、これと、あと、首取れてる。やばいやばいやばい。やばい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 よ。ジョーとウバ。ね？高砂を代表するジョーとウバでございます。こちらでございます。亡くなったおばあちゃん家で、これが欲しいってジンくんが言って、それを日本から送ってきてもらったものを開けてます。めっちゃ怖いわ。しかもめちゃくちゃ気持ち悪い。うん。ああ、怖い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 。まだ、もうここは見ない。なんでそんな欲しがるんかっていう感じのものです。まだもう昆虫とかね。うわぁ、気持ち悪い。で、ちぶちぶ見たから、ほめっちゃ気象、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 気象。うわぁ、無理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 。ほんまにそんなんいらん、いらんやろ。はい。
かわいないかわいない。うわ、気持ち悪い。リアルリアルリアル。リアルすぎる。でもこれ実際はあれやな。おお、めっちゃリアルやな。ちょ、ジンくんやめて、暗い暗い暗い。ジンくん、これ開けて。うわ、リアル。気持ち悪い。でもこんなん欲しがったな。こんなひどいもの。で、これはこれは、竜の文鎮かな。これは、ゴールドの竜。ジンくんは、辰年やから竜のものが好きです。これは開けてもいい？え？開けへんやろ。それ、な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 、これ。なんだこれ？え、え、伊勢参拝記念。わー。なんか昭和って感じやな。日本やな、日本。伊勢参拝記念でございます。なんでそんな欲しいんやろ。うぅ、蛇！うぅ。なに？ヘビの、これも何？これもバンブーなん？バンブーとも。わかんない。木？うわぁ、キシュキシュキシュ。よう、このちゃんもこれ触れたな。気持ち悪いわ。ん？ちょっと目、取れた？何？ねえ。うんうんうん。目取れてる。目取れたん？取れちゃった。ちょ、触られへんねんけど、ちょ、ジンくんこっち向けて、うん、触られへんから私。うん、キモいの。ええ、移動中に壊れたや。移動中に壊れたパターン。キモい、キモい。いやいや。スナックちゃん。うわ。引き続きおばあちゃんちからもらってきたよくわからない置物たちシリーズ。こちら、土壌すくいですかね。可愛いですよね、表情が。そしてこちら、コロちゃんとダドが新婚旅行で買ってきたという熊の置物。北海道といえばこの置物。実家には必ずあるやつ。手のひらサイズでめちゃくちゃ可愛いです。気に入っております。というわけで、おばあちゃん家にあったたくさんの置物の中からよりすぐりのメンバーをいただいてきました。ありがとうおばあちゃん。宝物にします。大事にします。いい思い出になりそうです。シェイ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 カムサムニだ。でしたら、こうやって、何？説明下手。こうなんていうの？水彩色鉛筆って言うんやって、これをいただきました。これは、うちのお父さんから、かおちゃんに行って、がプレゼント。ありがとうございます。まあ、まなちゃんと私とか、まあ、ジンくんと、ね、使ったらええわ、いうことやろね。こんな感じでございます。私たちも本当に色鉛筆とか、絵を描くもの大好きなんで、ぜひぜひこういうのはね、いくつあっても足りません。いくつあっても、いくつあっても構いませんので、ありがとうございます。ここいただきました。あと、うちのお母さん、コノちゃんからは、神戸に、で、神戸でゴッホ展があったからっていうことで、ゴッホの、この本と、このゴッホの T シャツいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。このね、ゴッホ展の完全ガイドブック、こちらめちゃくちゃ良かったです。アマゾンとかではレビューがそこまで良くなかったんで、まだ買ったことなかったんですけど、あ、私ゴッホめちゃくちゃ好きなんですよ。そこまずちょっと、お知らせしときます。めちゃめちゃ大好きで、ゴッホについて研究してるくらいゴッホ大好きなんですけど。それで、そう、この本は日本から買おうかなと思ったけど、レビューがそこまで良くなかったから買ってなかったんやけど、コノちゃんがたまたま、この、ゴッホ店行ったらこの本も売ってたからっていうんで買ってきてくれたようです。そしたらめちゃくちゃ良かったですよ、皆さん、この本。もし興味ある方はぜひ買ってみてくださいね、ゴッホ好きな人は。何買っております？こちら原寸大なんです。こんなちっちゃいんですよ。あの絵ってこんなちっちゃかったの？みたいな。そういうのもね、わかる本になっております。あとお見せできる点で、いろんな画家とのこのなんか、画家の作品と比べてみたり、まあ確かに精神病も患いながら発作とともに戦う、発作をしながらも絵を描いていくんですけど、ゴッホね。そやけど、皆さんその耳をなくした、この耳をね、切り落としたっていうところが印象的で、そこばっかりフォーカスしがちなんですけども、決してね、そこにフォーカスしてほしくないなとファンとしては思うわけですよ。はい。ゴッホさんは、やっぱりその精神病も患ってるんですけども、精神が安定している時に絵を描かれてるんですね。決してその、錯乱状態で、こういう、なんていうの？動きのあるエネルギッシュの絵を描いているわけではなくて、自分の気持ちが比較的落ち着いた時に描いてるんですね。で、そういったこともこの本にはちゃんと書かれておりましたので、
ちょっと静かにしてもらっていいですか？大事なこと言ってますんで。というけど、私の大好きな緑のおばさん、これを書いた、伊藤博美さんの娘さんと、私、すごく、仲良くさせていただいて、これの方がですね、私が植物が大好きだからって、この本、お母さん書いた本ちょっと貸してあげるよなんて貸してくれたことがあったんです。とか思ってびっくりしちゃったんですけど、そっから、この本がもう大好きになっちゃって、で、これをね、誰かにこう貸したりしてたらね、行方不明事件みたいになっちゃったわけですよ。なので、私また、再注文して日本から送っていただきました。ありがとうございます。これはね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。ちょっと見せれる範囲で。これちょっとね、伊藤博美さんのイラスト付きなんですけど、自分の大好きな植物の話を書いてるんです。これめっちゃいいから、なんか図鑑とか買うより私はこの本一冊持ってたら、観葉植物好きな人は、もうほんまにいいですよ。なんていうの、図鑑より面白いし、とても勉強になるの。あ、なるほど、この植物はこうなんや、とかね。で、大体その観葉植物で、この、伊藤博美さんもカリフォルニアに住んでましたので、カリフォルニアに住んでる方々特に、どういう観葉植物が、育ちやすくてとかね、すっごいわかりますから、ぜひこれ興味ある方は買ってみてください。私、大好きな本。チエミーから、日本のチエミー、友達のチエミーから、私のお誕生日プレゼントに赤帽が届きました。なんて言うんだっけ？観測法っていうんかな？観測法っていう足の、足つぼマッサージの、お師匠さんがいて、お師匠さんがいて、その方が作った赤帽っていう商品なんですけど、これ中里依紗さんの YouTube とかで紹介されて、中里依紗さんが愛用してるということでね、紹介されて、めちゃくちゃ売れて、もうそっから、私もそれで知ったんですけど、そっからね、もう手に入らなかったんですけど、ジェイミーが、もうその後すぐ買ってきてくれて、そしてやっと2、3ヶ月経ってやっと届きました。めちゃくちゃいいですよ、これ。これについてはまた後でめっちゃ詳しくちょっと紹介したいんで、今日はちょっとさらっとこれは今日は物が届いたっていうだけの紹介やねんけど、でも、これ、もうほんまにめちゃくちゃいいから、ほんま早く紹介したいねんけど、まあ、とりあえず。というわけで今日は日本から届いたものを紹介しました。ほんまに日本の家族ありがとう。いつもね、化粧品とかも送ってくれて、その化粧品は今日は紹介してませんけど、化粧品もたくさん入ってました。ありがとう。大きにシェイ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 カムサハマギだ。ほんまに、ムチャスクラッシャス。もうほんまにありがとう。もうなんかメルシーって感じ。もうほんまにありがとう。もういろんなありったけのありがとうを伝えたい。ありがとう、ありがとう。いや、ほんまにありがとう。というわけでまた次回の動画も、お楽しみに。コメントも残してくださいね。ありがとうございます。それでは失礼いたします。また見てね。チャンネル登録お願いします。